今鏡は歴史物語。十巻。成立は序文によれば高倉天皇の顔を二年とされるが、それ以降とする説もある。作者は藤原為常とするのがほぼ定説になっている。他に中山忠地か、源道地か説もある。今鏡は俗世継ぎとも、小教とも呼ばれる。俗世継ぎは大鏡の続きであるという意味で、 象徴とは、現在の歴史という意味である。つくも神の物語とも言う。いわゆる、四鏡の成立順位では二番目に位置する作品である。内容的には、大鏡の延長線上に位置し、三番目に古い、時代を扱う。なお、描く年代が四番目の、マス鏡との間には十三年間の空白があり、藤原隆信の著である、歴史物語、 渡る四次がその時代を扱っていたためとされる。大鏡の後を受けて、五一条天皇の満寿二年から高倉天皇のまでの十三代百四十六年間の歴史を記念体で描いている。長谷寺参りの途中で、王や四次の孫で、かつては、あやめという名で、紫式部に仕えた、百五十歳を超えた老婆から聞いた話を記したという形式をとる。 はじめの三巻は定期、中の五巻は列伝、終わりの二巻は、貴族社会の古地図、逸話に裂かれる。列伝のうち、巻き四から六は、藤原石管家、巻き七は、村上源氏、巻き八は新郎である。滑らぎの上滑らぎの中滑らぎの下藤波の上、藤波の中藤波の下、村上の玄治巫女たち昔語り、内儀境町末期から中世への過渡期において、政治的、 社会的大きな変動があったにもかかわらず、政治への関心は薄く、儀式典礼や風流印字など学問、芸能に重点を置く記述を貫いている。その一方で記述は歴史的事実に対して比較的忠実である。また、当時の物語に対する批判に老婆が反論する、場面が盛り込まれるなど、仏教戒律を重んじて、極楽往生を願うという当時の社会風潮が、 物語としての創作性を抑制したとする見方もある。ありがとうございます。